皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は555次元ゲームネプテューヌディッパースのファミ通紹介をしていきたいと思います。さらなるアレンジでより高みへ、追加要素もりもりのディッパース。戦闘シーンでは同時参加人数が3人から1人増えて4人になりました。シリーズ後期作品と同じく4女神全員をパーティーに組み込んだ戦闘が可能です。原作に近い感覚のオリジナルモードに加え、一新されたゲームバランスでプレイできるアレンジモードを用意しています。シナリオの進行度に関係なく、終盤で仲間になるキャラクターも含めて最初から20人以上のキャラクターを自由に使用できます。ステータスやスキルにも変更が加えられています。原作ではありえないような組み合わせでのバトルも可能です。ネプテューヌ自身のチュートリアル解説もあります。ゲームフィッシングという新ミニゲームもあります。そしてシリーズ初代作品である超次元ゲームネプテューヌのシナリオテキストをゲーム内で自由に観覧できます。オリジナルテキストをじっくりと堪能しましょう。そして見逃すなんてもったいない、超豪華な予約特典と限定版。なんと本作の予約特典では、シリーズをモチーフにしたレトロ風シューティングネプシューターをゲット可能です。ファンならぜひとも押さえておきたいところでしょう。また設定資料や特製サウンドトラックなどが同梱された豪華限定版55エディションも用意されています。限定版書き下ろしイラスト使用のオリジナル収納ボックス、設定資料ビジュアルブック、メモリアルアートブック128ページ分、サウンドトラック CD、プレミアムサウンドトラック25曲分、特製マルチステッカー、ネプネプデコステッカー2枚分、予約特典、豪華な限定グッズが抽選で当たる555次元キャンペーン抽選はがき、ネプシューターがプレイ可能になるプロダクトコード付きイラストカード。ネプシューターのあらすじを紹介します。ネプネプ歴20年、次元を超えて宇宙の彼方からゲームウイルスが襲来し、ゴッデスウォーが多発します。ゲーム業界の守護女神であるネプテューヌはウイルスに捕らえられた仲間を救うべく、単身で銀河の海へと飛び込んでいくのでした。開発状況は 85% で、コンパイルハート初のプレイステーション5タイトルがいよいよ始動するとのことです。ですね、もうすでに公式サイトも公開予定しているようですね。まあそんな感じで、今回はこの辺で555次元ゲームネプテューヌリバースのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。